すごい素敵なキッチンですね。家電だ。教えて家電を。そんな時は、はい、防災用のライトがあると安心です。うお明るい、安心しますね、はい、これは単一型から単四型の電池がどれでも1本あれば使えるライトなんです。え、どれか1本でもあれば使えるんですか。そうなんですよ。リモコンの電池とかをこう転用して使ったりできますね。そうなんです。新品じゃなくても使えるのがね、まあ、いいんですね。そうですね、はい、いざという時にね、はい、確かにそうですね。話変わるけど、最近電池のパッケージってこんな風になってきてるんですよね。すごい、結構エコロジーですよね。そうですね。ちょっと1個開けてみて。え、いいんですか。開けやすい、すぐ使えますね。10年ぶりにリニューアルしていて、電池の残量確認ができるようになっているので、すっごい進化してますね。残量が分かるのってありがたいですね。ってことはこれって普段の電池の残量の確認とかにも使ったりできるんですか。そうですね。ワイドパワー LED とリングシェードで前にも横にも照射できます。うーん、明るさは全モデルの約 3.5 倍になってるんです。すごい明るいですよね、うんうん、あ、災害時の夜は明かりがとても重要です。怖いですよね。明かりがあると動揺を抑制することができます。集団のパニックを防止して秩序ある避難行動を取るためにも重要なんです。普段から備えておきたいですね。そうですね。それとね、はい、防災対策できる冷蔵庫もあるんです。え、冷蔵庫ですか。停電したら食材が傷んでしまうかもしれません、はい、うん、それを専用アプリと連携して緩和する機能なんです。そんなことできるんですか。アプリで気象警報を受信すると自動で予冷運転を開始します。あらかじめ冷やしておくんですね。停電時の保冷が長続きするので無駄な食品廃棄を減らすことができそうです。新製品だけじゃなく2022年以降発売の主な従来機種にも対応しています。 IoT 対応じゃない冷蔵庫はどうしたらいいんですか。冷蔵庫ってね、はい、結構いっぱい入ってますよね。はい、うわぁ、おしゃれ。冷蔵庫は扉を開閉しなければ数時間は冷たさが保てます。あ、じゃあ今ダメです。あ、早く閉めないですね、はいはい、今ダメでした。日頃から冷凍庫に保冷剤を入れておいて停電時に冷蔵庫に移すのも無駄な食品廃棄を減らすコツです。なるほど。いざという時の明かりと冷蔵庫の備え、しっかりしていきたいと思います。